はい、ちょっと作業報告ですね。途中経過、アポロの方、今弦の方を張っているところですね、こういう金属の部分とかですね、磨き終わって、響板の方もね結構艶が出まして、フレームも、弦を外したら磨きやすいですのでね、こういうとこもね綺麗にいったんじゃないかなと思っておりますね。当然チューニングピンは新品ですのでピカピカ、弦もピカピカになっております。ペダルの方とかね、あ、お母さんが気にしてはったこういうところとかもね、ピカピカにすることができております。はい、あと巻き線、このね低温の弦を、今度こう貼るんですけどもね、この分は届いておりまして、このようにぶら下げて、巻いてね送ってきますのでね、ちょっと癖を、今取っているところですね。はい、今こういうふうな状況になっております。